6レース走られました藤井選手です。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日は、中断からになりましたけど、クンデラードはどういうふうに考えられてたでしょうか。そうですね、本当は前が欲しかったんですけど、まあ、他の人がヒストリー早かったんで、まあ、中断からだったんですけど、まあ、でも最低でも中断取れればまあ順番は来るのかなと思って、まあ、その通りになってよかったですね。吉田選手に蓋される時もありましたけども、あの辺りはどうでしたか。まあ、早めに行ってくれるのであれば、まあ、すぐにかけますし、まあ、遅めでもすぐに行くつもりですけど、はい、まあ、それがうまくいってよかったです。吉田選手が切ったところ少しスローペースだと思います。すかさず叩きましたけども、あの辺りというのはもうそのタイミングでっていう、まあ、思いのほか短期の人が2人とも切り替えちゃったので、まあ、そこだけ見てしっかり行けそうなところから行きました。しっかりと先行して、まあ、連日ライン独占という形になりましたけども、ご自身の状態はどうでしょうか。まあ、しっかりラインでは決まって嬉しいですけど、まだちょっと一着がないんで、うん、まあ、そこの状態が良くないかなと思います。そのあたりというのはなんかセッティングですか、もうコンディション的にもう疲れを取るっていう方に。まあ、セッティングもありますし、コンディションもあるかなって感じですね。じゃあバンクコンディションは2走してみてどうだったでしょうか。まあ、走りやすいって感じで嬉しいですね。直線はどうでしたか。まあ、他のところよりもちょっと短いんで、まあ、それで、まあ、2着に粘ってるかなと思いますね。わかりました。では、準決勝に向けて、それ以降に向けて意気込みをお願いします。はい、準決勝以降も頑張ります。応援よろしくお願いします。